ケンチです。これから昼飲みさせていただきます。場所はガストです。驚異的なキャンペーンしてまして、アルコール期間中なんですけど、アルコール1杯99円ですよ。これは昼飲みしなければダメだろうというところで、まあ、今回来ました。まあ、昼だけでもなくて晩もやってるんですけども、私は晩は晩で家で晩食するので、まあ、昼は昼で外で昼飲みっていうところで来ております。期間なんですけども、12月9日から12月の31日、今年いっぱいまでね、1杯99円アルコール飲めると。アルコールはコスパいいっていうのは分かりましたよね。まあ、私何回も来てるので分かるんですけど、美味しいつまみがいっぱいあるんですよ。まあ、今回の動画は99円のアルコールメニューはどんだけあるのかと、でそれにプラスアルファしてコスパのいいつまみは、まあ、どういうメニューがあるのかっていうのを今回ご紹介させていただけたらと思います。まあ、基本的に私が楽しむ動画でとりますけど もうその辺あたりはご了承ください。ではまずはこちら、アサヒスーパードライが、まあ、こちらジョッキなんですけども179円、まあ、これかなりお得です。99円の方はこちらになります。グラスになります。グラスで99円ですね。で、まあ、これを注文と、角ハイも先飲もうかなと。で、角ハイと注文しましょうか。面白いのがこちら、ウイスキーベース焼酎ベースってあるんですけど、このベースいわばホッピーみたいな感じですよね。割るのはドリンクバーから好きなのもあるんですけども、まあ、ホッピーではないんですけども、でもホッピーみたいな感じですよね。まあ、これもこれはかなりおすすめ、面白いですね。まあ、お子様と来た時にお父さんお母さんはハンドルキーパーは1人絶対大事なんですけども、まあ、どっちかがこれを飲みながらお子様もドリンクバー一緒に、大人は酒、子供さんは好きなドリンクって一緒に楽しめるんではないでしょうか。あとつまみの方ですけども、この小さな料理おつまみっていうところを押していただくと、ここからいろんなおつまみが出てきます。私がおすすめしたいのはもう絶対これおつまみ、味玉、蒸し鶏、キムチ3種で219円、これかなりおすすめですね。こうポテトとかも確かにいいんでしょうけども、ではこちら巣ごもり卵、温玉ともやしの甘辛醤油焼き、こちら329円、こちらおすすめします。唐揚げもいいですよね。唐揚げ私今回注文しませんけども、若鶏の唐揚げ5個、329円もあります。ちょっとねポテトがね、なんかこうちょっとコスパがいいようには思えないんですよね。チキン南蛮と同じ金額で山盛りポテトなのかチキン南蛮2個なのか、ちょっとやっぱり私だったらこっち選びます。まあ好みがあるかと思いますけども、もうマグロのユッケとかもう半端に、もうこれは料亭でも出てくるぐらいのクオリティ、一回注文したんですけど美味しかったですね。こんがりチーズのポテトグラタン、これは私食べたことないので今回は注文しないんですけども、まあ、よかったら皆さんこの熱々これも注文してみたらいかがでしょうか。あ、来ました、角ハイボールですよ。ハイボール、角ハイボールですからね。でプラスアルファこちらビール、来ました、ビアで、すごいびっくりしたのは柿ピーついてました。最高じゃないでしょうか。私柿ピー好きなんで、スカイラークマークがついてますよね。だから これでもうなりえますよね。これ10杯注文して、まあ、1000ベロになりますよね。この柿ピーが10袋つくということでしょうし、おつまみが来ましたね。こちらおすすめ、絶対おすすめ。ではいただきます。まずはビールでしょうね。いやー贅沢やね、めっちゃ贅沢やね。カキピーいきなりいただきましょうか。タイミングで来ました、めっちゃ大きいですよ。こう巣なんですよ。こう鳥のイメージはこう鳥の巣でしょうね。そこにこう卵、まあ、鳥の卵があると。おつまみが先なんでしょうけど、この温かいのからいただきましょうか。いや見えるかな、この中湯気がジューっていうよりかね、まあほどほどの温度なのが私がいいですね。
し、本当美味しいですよ。お酒をどんどん飲んでくださいねっていう味付けなんですよ。巣ごもりと、まあ、ライス注文してっていうのもありかもしれませんけども、しかも、ね、ベーコンが薄っぺらくない、しっかりと太めのサイコロプスが残るベーコンといただくと、99円のクオリティではないですね。しっかりとウイスキーの香りがします。こうスモーキーの香りがします。まあ、今のキャンペーン中だからこの低価格で飲めるっていうところでしょう。次はちょっとご褒美にベーコンだけいただきます。ラーメンだけでチャーシューだけで食べる気持ち、贅沢さは分かりますかね。でもやっぱりこうもやしと一緒に食べた方が美味しいなっていうのは私は思いました。おつまみをどのように食べるかっていう、まあ、その日によってね食べる順序ちゃうんですけど、今の気持ちは私はキムチから食べたいなと思ってますけども、もうキムチ食べたら全体的にキムチの味になるんじゃないのって思うので、だからまあ大体鶏肉のサラダから食べていくんですけど、毎回そういうふうに思いながらキムチは最後の方に食べるんですよ。次は煮卵、もうこれぞ贅沢の極みですよ。どんどん行きましょうか。アルコールキャンペーンからやっぱりこうウイスキーベースのこちらウイスキーベースとワインをいただきましょうかね。てかもうこの選べるのがすごく楽しくない、私は本当に楽しいんですよ。赤ワインに合うものがこうないっていうか、どっちかっていうと白ワイン系かもしれませんよね。ステーキとかソーセージとかハンバーグとかあったら赤ワインとかいいんでしょうけども、デカントもこれ組み399円なんですよ。2021年忘年会をガストでするっていうのもありですよね。もう一人でもいいですし、恋人でもいいでしょうし、家族でもいいでしょうし、ちょっと白ワインいただきましょうか。白ワイン2杯注文して税込みで198円です。来ました、レスポンス早いですね。注文してすぐ参りました。こちら白ワインです。いやいいですね。でも横に見えてるこれ、こちらがねウイスキーベースですね。ダブルほどでもないんだけども、でもシングル以上に入ってますよね。ただでもグラス氷が入ってるから、でもシングルぐらいかもしれませんね。好きなドリンクを入れるっていうところなんですけども、炭酸だけでも本当にいいんですよね。炭酸するとハイボールになるじゃないですか。ハイボール初めから注文しろよっていうところになりますのでここはねちょっと違うものっていうところですよね。はい、このカキピーもさっき一袋を食べたので合計今3袋もう最高やん。今はもうこれどんどん氷溶けてくるので、まあ、これから先いただこうかなと思いますけども、一人飲みの良さっていうのは自分のペース楽しめるっていうところもありますよね。あとはねいろいろ考えたりするのが好きで、合ってるのか間違ってるのか分かりませんけども、でも自分の中でそれはこうなんだよね、なんか自問自答をしながら、まあ、一人の時間を楽しむっていうのが一人飲みの良さだと思っております。早速ちょっとあのドリンクバー行きましょうか。よいしょ。ではあのこちらですけども、さあ何行きましょうか。ジンジャーエールもいいなと思ったりもしますし、もう何だったら水割りもいいよってありますよ。ドクターペッパーもありますね。ドライ、よいしょ。だいたいねこのマドラーは半回転、1回転半とか1回転とか言うけど、私は半回転でいいですね。人生初めてかもしれませんけども、ジンジャーエールと各ハイボール合うと思いますよ。いただきます。
ちゃ合う。やばいぐらい飲みやすくなったというか、ハイボールでも飲みやすいんですけども、あのなんていうかな、ハイボールはちょっと苦手なんだけども挑戦してみたいんだけども、まあいらっしゃると思うんですよね。甘すぎないような、まあドライベースのジンジャーエールが加わることによってさらっといけると。こういうメニューないのかな、ないのかな、ある、あるよね、あると思うんだけど、めっちゃ飲みやすい。まあ柿ビール、飲んで生きてきてもったいないなって、なぜこういう割り方で飲んでないのかなっていう、ちょっと後悔するぐらい飲んで美味しかったです。メロンソーダも合うのかなって思ったりもしますよね。ないですね。でも合うわけでもないというかこれ完結してるわ。もうつまみいらんというか、もうこれだけでいい。塩系で十分かもしれません。まあこれあの皆さんいろいろかと思いますので、ぜひ体験してみてはいかがでしょうかね。白ワインにやっぱり前菜って合うんですよ。蒸し鶏と白ワインでいただきましょうかね。もう鉄板だと思いますよ。白ワインって結構ね殺菌効果があって、なんか牡蠣とか生ものとか刺身とかペアリングする方が多いんですけども、まあ、殺菌効果と相性がいい。でもしかも合うと。今回この蒸し鶏は殺菌必要ではないんですけども、でもあっさり系の、あっさり系辛口っていう、この辺りがすごく合いますよね。卵と白ワイン、そろそろこのキムチを解禁してもいいかなというところで、まずあのキムチだけをいただきますね。もやしとキムチっていうのもあるので、もやしキムチ、今注文履歴なんですけども、まあ、白とウイスキーベースと角ハイボールと、巣ごもり卵とおつまみスーパードライで税込み944円、千ベロですよね。アルコール自体は4杯飲めてっていうところがありますけども、いやどうでしょうか、もうかなりおすすめですよ。今年中に一度は来てほしいなっていうところで今回動画撮っております。まあ、そろそろ温玉をいただきましょうか。スプーンでいただく、かわいくないですか。最後は蒸し鶏とキムチをあえて、
1000円超えます、すいません、超えますけども、焼酎ベースを注文したいと思います。焼酎とコーヒーって合うんですよ。だからだいぶ前に京菓子で飲んだ時になんか焼酎コーヒー割りみたいになって、だからまあ今回これがね99円でできるのかと本当にすごく嬉しいので、だから皆さんもよろしければ挑戦してみたいけど、挑戦するというレベルじゃなくて飲んだら絶対美味しいんですよ。焼酎ベース来ました。まあシングルダブル、まあシングルですね、ウイスキーベースは核が入ってるので、まあ核、焼酎ベースはまあ朝日のグラスで出ること、しっかりとこう溶かしてこれからコーヒーを入れに行きます。アイスコーヒーですね、まもなく、あ、来ました来ました来ました、おお、これは絶対に美味しいでしょう。めっちゃ香ばしくなりますね。今ガストではこちら、まあ、牛鍋を結構ね押してまして、ホームページでトップページで結構出てくるんですけども、やっぱりこうグツグツしてるのを食べるっていうのは、まあ、テンション上がりますよね。ごちそうさまでした。めっちゃ大満足、ありがとうございました。